ゴ仮面の正体、まさかの。はい、どうもニヤニーです。本日は王様戦隊キングオージャー第34話、死後仮面の逆襲の感想&考察をやっていきたいと思います。いやー、このね、守護仮面の正体は何レス様なのか、ラクナニ様なのかね、めちゃくちゃ気になってたと思うんですが、これね、誰もラクレス様だなんて思ってる人はね、一人もいなかったんじゃないでしょうか。さすが高野脚本、裏の裏を変えてまさかのドストレートでやってくれましたね。恐竜ジャー界はね、一応ね、高野さんの脚本じゃないんですけれども、なんかね、こう最近ストレートパターンが多くなってきたなという感じがするんですよね。まあそのうちね、うわーってね、驚く裏の裏の裏を描くびっくり展開をね、描いてくれることをちょっとね、期待しましょう。ということで、今日もいつも通り気になるポイントに絞って語っていきたいんですけれども、今回ちょっとね、気になるポイントが、まあ、僕はちょっと少なく感じてですね、今日挙げたポイント以外で皆さんが気になったポイントとかがあれば、ぜひねコメントで教えてください。それでは本日のポイントはこちら。1、ガブティラはなぜついてきちゃった。2、ミノンガンはどこに。3、ラクレスの目的。以上のポイントについて語っていく前に、ここでですね、ニヤニーからのお願いです。このニヤニヤチャンネルのアナリティクスのチャンネル登録者の総再生時間の割合っていうところを見てみるとですね、こちらがチャンネル登録した状態で見ていただいている方の割合となっております。そしてこちらがまだチャンネル登録をしていない状態で毎回楽しんでいただいている方の割合となっております。今日初めてね、このチャンネルを見たよって人もですね、いるとは思いますが、その方はぜひこの機会にね、チャンネル登録をよろしくお願いします。あとですね、まあこのね、2、3回見てるけど、あ、そういえばチャンネル登録してなかったなっていう方もですね、ぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。チャンネル登録をしていただいて、今後もね、このキングオージャーはどん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 激アツな展開になってくると思うので、ぜひそれをね、一緒に楽しんでいけたらなというふうに思いますので、これを機に、チャンネル登録をしてみてください。ということでですね、ニヤニーからのお願いは以上でございます。高評価を押しまふ。ガブティラはなぜついてきちゃった。前回の予告考察会ではですね、このミニティラは、まあ、いろんなことから考えてガブティラの子供なんじゃないかなというね、考察をしたわけなんですが、ここもドストレートでシンプルにガブティラがついてきたということでいいんですよね。おそらくこれね、ガブティラがミニティラとしてついてきちゃって、これね、大丈夫だったんですかね。キングオージャーの場合はですね、この恐竜ジャー界で分かったことで言うと、まあシュゴット、そしてまあシュゴットソウルが近くになかったら王外武装できないというで設定が分かったわけなんですが、恐竜ジャーは、まあ、ブレイブさえあれば変身可能という設定なんですかね。キングがプリンスにね、ガブティラを託したのに、そのガブティラはプリンスの元から逃走したということなんでしょうか。やっぱりね、キングが良かったのかもしれないですよね。で、そのキングを探すためにこのガブティラがついてきちゃったってことは、なんかね、いろんなことが考えられそうですよね。まあ一つね、いい方向で考えてみると、このミニティラが来てしまったことで、まあいろいろ期待できる部分がね、あったりすると思うんですけれども、このミニティラがついてきちゃったとするならば、返さないといけない展開はね、必ずこうやってくるんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあ例えば、またみんなでね、漢字地球の方に行くのか、それとも次はですね、恐竜者たちがこのカタカナ地球の方にやってくるのか。後者なのであれば、今回ね、未登場だったキングとウッチーの参戦もね、期待できるんじゃないでしょうか。これはね、この2人の参戦、期待しましょう。なんといってもこのね、ウッチーの方、ウツセミマルに関してはですね、名前に虫が入ってますからね。チャンネル登録するま。ミノンガンはどこに。今回王様たちが地球に帰ってきてまずびっくりしたのが、なんとこれね、半年も時間が経ってしまっていたことじゃないでしょうか。これね、びっくりしたわけなんですが、まあヤンマはあるかもしれないと思っていたようで、まあそれが相対性理論。この単語自体はですね、聞いたことある人も多いんじゃないでしょうか。まあ僕もですね、聞いたことはあったけど、意味まではもちろんね、知らなかったので調べてみました。相対性理論、あるいは相対論は、時間や時空と慣性力に基づく考察から、時空間の観測や重力や体系的に論じた物理理論である。量子化を前提としない物理史上の古典理論ではあるものの、物理学における他の力を含めた基礎的な事柄にも整合し、量子力学とともに現代物理学の基礎を成す理論体系である。特殊相対性理論と一般相対性理論とに分けて理解されています。
されることが多いが、その名の通り特殊相対性理論は一般相対性理論の一部として包含されており、相対性理論という実は一般相対性理論と特殊相対性理論を総称したものである。ということで非常に分かりやすい説明だったと思うんですけれども、このねヤンマの説明だとヤンマたちは地球から地球へともう7日間かけて移動したと思ってたら、なんと180日間もかかってしまっていたということだったんですよね。でこれね、なんかで見たことあるんですけれども、高速で移動すると時間の流れがこうちょっとずれるみたいな話があるらしくてですね、まあ、秒速7キロで地球の周りをね回っている人工衛星の時計はですね、1時間あたり 0.000016 秒こう時計が遅れるそうなんですよね。まあ1年で言うと 0.014 秒で、100年で 1.4 秒遅れるそうなので、まあ本当に誤差の範囲内ではあるんですけれども、このことから考えると王様たちはかなりの高速で移動していたんじゃないかなとも考えられるわけなんですよね。で、まあこの半年ずれたということで、これまたね時系列がややこしくなってきそうなんですけれども、このねスーパー戦隊は、まあ、1年の放送期間でもうすでに2年半もね話が進んでるわけなんですよね。これって結構ね稀なケースだと思うんですよ。これね、通年のスーパー戦隊では、まあ、僕たちのね時間軸と同じ流れで時が進んでいるっていう風な感じがあったわけなんですけれども、なのでまあこの半年ずれてしまったっていうことで、今回はもしかするとクリスマス会とかお正月会っていうのがないのかもしれないですよね。でこのねポイントで話したいのはそこじゃなくて、この半年間で地球の様子が大きく変わってしまっていたことなんですよね。シゴッタムはラクレスが治め、ゴソパはヒルビル、イシャバーナはカメジム、トーフはグローディ、ゴッカンはゴーマ、そしてバグナラクはミノンガンと来ると思ってたんですけれども、それはちょっとねなさそうな感じだったんですよね。これまでもですね、まあ、五道家一人一人の会がね設けられてたわけなんですけれども、このミノンガンモーズだけはですねまだ単独会が描かれていないっていうことも結構気になりますし、モチーフがミノムシというふうにね思われるので、こいつだけはですねまだ進化形態があるんじゃないかなっていうことがね見込まれるので、その点でもかなり奇妙な存在ではあると思います。でこの半年物語内で期間を早めたのは、もしかするとこのミノンガンモーズのためでもあるのかなというふうに思う点があって、それがモチーフのミノムシなんですが、冬は冬眠してて春になるとサナギになって、そこから羽化して成虫になるっていうふうにね書かれてたんですよね。ここまでキングオージャーの世界とこの現実の世界の時間軸がイコールだったのであればですね、今のキングオージャーの世界はおそらくに4月頃となるので、このミノンガンはですねサナギになっている時期と推測できます。なのでミノンガンが次登場するときは見た目に少し変化があるのかもしれません。昆虫の生態も脚本の中に組み込まれているとするのであれば、この物語を半年進めるのってなかなかすごいことをやってきてるような感じもするんですよね。このミノンガンモーズなかなか侮れない敵なのかもしれないですし、もしかするとね味方な可能性もあるんじゃないでしょうか。チャンネル登録すれば、ラクレスの目的、謎の守護仮面の正体がこれねラクレスということが分かってかなり驚いたんじゃないでしょうか。僕もねかなり驚きました。でこのラクレスがこの半年間で戻ってきて国を治めて、他のね国まで治めて地球の王と名乗っているわけなんですけれども、これはねどういうことなのかなというふうに思ったりもするんですけれども、まあこれねまたね敵として再登場なのであれば、ちょっとね僕はしつこいかなって思う部分があったりするんですよね。なのでもしかするとこのラクレスっていうのは、まあ、本当はねいいやつなんじゃないかなってこれまで結構話してきたわけなんですけれども、まあそうだと仮定してね話をしていくと、この国を治めた、さっきも言ったようにシゴッタムはラクレスで、ウコソパはヒルビル、そしてイシャバーナはカメジム、トーフはグローディ、ゴッカンはゴーマという形でね、治めたっていうふうにね言ってるわけなんですけれども、これをもしかするとこういった形を取ることで地球そのものを守ってたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。この五道家を一人ずつバラバラにすることで、このダグデド・ドジェルダンの力をこう分散させておくっていうふうなね手法を取ってたんじゃないかなとも思うんですよね。で今回ねこのキングオージャーたちが帰ってきたことで、まあ1対1の戦いじゃなかなかねほんまにこれまで話してきたように厳しそうではあるんですけれども、まあ一応ね新たな力もこうね加えて帰ってきたわけなので、まあもしかすると1対5、1対6なのであればワンチャン勝てるんじゃないかな
ということで、このラクレスは五道家をねバラバラにすることで一つの国ずつを倒して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 、元に戻していくみたいな展開をね考えてるんじゃないかなというふうに思います。このねキング恐竜人でしたっけ、今回登場しましたけど、この力が加わっただけではまだねダウデドには勝てそうにもないので、あとやっぱりね五道家一人一人と対決したとしてもなかなかこう難しそうな感じもするので、もしそこにねラクレスが入って7対1なのであれば、ワンチャンこれはね一人ずつではあるけど勝てるんじゃないかなというふうにね思うんですよね。でやっぱりね今後の展開で考えると一番ややこしいのがこのラクレスがドストレートでまた敵っていう展開がね一番ねめんどくさいんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあこれね前回話したわけなんですけれども、ラクレスが敵なのであればスズメもねラクレス側についてしまうとなれば、超シスコンのカグラギ殿もですねあのラクレス側にもつきかねない。そうなるとやっぱりねキングオージャー自体を動かせなくなってしまうので、まあラクレスが敵側だったとするならば今後の展開はねかなりこう厳しい状況になってくるんじゃないかなというふうにも思うので、まあそういった面からもラクレス今回はね、味方サイドとして帰ってきてくれないと今後の展開が本当に厳しすぎるんじゃないかなと思います。高評価を押しまふということで、今回もまあなかなか面白い展開ではありましたが、まあ最終回って感じはね久々になかったんじゃないかなと思います。でまあちょっとですねこの最近やってなかったガッチャードの後発の方なんですけれども、まあちゃんとね正直見れてない部分が多いので、まあ一回まあ11話ぐらいからねちょっと考察を再開できればなというふうに思ってて、でそれまでに1話から5話の まとめであったり振り返り、そして6話から10話までのこうまとめもしくは振り返りっていうのをやって11話ぐらいからちょっと正式に、もう一回ね、考察をやっていこうかなとも思っているので、まあ、ちょっとね皆さんまた別でコミュニティの方とかでね、あの1話のまとめ2話のまとめとかでね、あの皆さんにちょっとね何かしら教えてもらうかもしれないんですけれども、そのコミュニティが上がった際はこのねガッチャード第1話で何が行われたのか、重要なポイントは何だったのかとかのね、書き込んでいただければなと思います。ということで今日はねこの辺で終わっておきましょうか。また次の動画でお会いしましょう。ほな。チャンネル登録と高評価をするまふ。これからはまふんとずっと一緒まふ。もうニヤニヤチャンネルから逃がさないまふ。